浜ゆっこです。ひでゆきです。今日は三井住友カードについてお話ししますの巻。はい、三井住友カードが Google Pay で Visa のタッチ決済に対応します。 Apple Pay ではすでに対応しているんですけど、 Google Pay でも3月から対応します。 Android を使っている方はこれは嬉しいニュースではないでしょうか。これでどんないいことがあるかなんですけど、まずカードを持ち歩かなくて良くなります。そしてキャンペーンが始まるかもしれません。今日はこの2点についてお話ししたいと思います。まずは1点目のカードを持ち歩かなくて良くなるについてですね。今までも Google Pay にクレジットカードを登録できてたんですけど、支払うときは ID として決済されていました。これが Visa としても決済できるようになります。これで嬉しいのが、三井住友カード NL みたいな Visa のタッチ決済をするとお得になるカードでメリットがあります。コンビニ3社や Mac で Visa のタッチ決済をすると還元率が 5% になります。今までは Android をお使いの人は還元率 5% にするためには三井住友カード NL の物理カードを持っておく必要がありました。これが3月からは Android のスマホがあればできるようになります。なので物理カードを持つ必要がなくなります。そして2点目のキャンペーンについてなんですけど、こちらを見てもらうとカミングスーンとなっていて、キャンペーンが始まりそうです。キャンペーンが始まるときはここに何か更新があると思いますので、このページを見るのがいいかと思います。概要欄にこのページの URL を貼っておきます。ちなみに Apple Pay で Visa のタッチ決済に対応したときは還元率 15% で最大1000円分還元されるキャンペーンが始まりました。今回の Google Pay の場合もおそらく同じようなキャンペーンが始まると思います。三井住友カードは今現在Visa のタッチ決済のキャンペーンをいろいろしているので、 Android スマホでそれに参加できるのもいいですね。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。物理カードを持ち歩かなくて良くなるっていうのは本当にいいですよね。そうですね。僕らは iPhone 使っていて、一足先に物理カードを持たずにコンビニとかで iPhone でピッてやって還元率 5% にしてるんですけど、やっぱ便利ですよね。うん。Android の方もね、3月からはこれができるようになるので楽しみですね。はい、というわけで今回は三井住友カードについてお話ししました。浜井ことひでゆきがお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。